こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを始めていきましょう。頑張りましょうね。うん、チョコレート久しぶり、引き続きチョコレートパニックですね。今日も気合い入れるぞ。さあトレーニングからの帰宅です。おはよう。ドキドキするね。いいですね、確実に力つけてます。さあレベル1の人も強化されました。なんかかけらを手に入れちゃいましたね。せっかくなんだし楽しまなきゃね。早速チョコレートパニック続きをやっていきましょう。シナリオクエスト、どうせやるならやってやれ。人はどこに？さあ知らんな。月属性でいきます。属性もあんまりキャラ揃ってないですよね。張り切っていきましょう。誰だ？公明？実はカクガクシカジカ、厄介のことになってるわね。そうなんだ、この匂いが消えない限り逃げ続けなくてはいけない。実は、前回見てない人のためにミオがチョコをもらった、チョコを食べるとたくさんの、女の子、まあモブキャラとか、まあキラーキャラからに惚れられちゃったという惚れられ薬をがあのにを注入したチョコを食べてしまって惚れられてしまって、この村まで逃げてきているという話です。そうね、有名な温泉でも知る人ぞ知る人。あ、当たり前でしょ。お、小梅が温泉の場所を占ってあげるということですね。でもよ、何よ、れっきとしたうらら。おっと、なんでそこを最初強調するの？ゆらりゆらめく、どこが ゆらめいてるんでしょうね。さあ、振り子。もうそんなにゆらめいてはないか。温泉はずばりあっちね。うん、あっち。そういえば森の方向ということですか。ありがとう。ありがとうがやっぱいいですね、ひかささん。まさか。ファンタスティック。美肌。うん。大事なことだな、確かに。お前のためには絶対美肌になってくるよ。そうですよね、匂い消すために行くんですよね。やっぱりミオかわいいよね。さあその道を途中、やっぱりひび割れた道があるの結構危険な予感はします。来た、行きます。全力で行きますよ。花山田、私とよさこい姉妹伝よ。したい。3、1、2、3、1、2、3、こうや、はい、オッケー、よさこい決まりました。
倒した。あ、これは一発で倒しちゃいましたね。さーって、うっ、来い、月様に吠えろ。お、これも集団攻撃。やっぱり集団攻撃持ってる人は強い。さあ引き続き太陽属性を敵が相手します。メディナイトメアへ行ってみましょう。麦の別荘か。ああ、そうだな。そういえば、編集。レク、レク。匂い聞いてくれたん？そうなの？敵？うわーすごい集団が。ひえーっていいですね。勝っていいの？いいですとも。よっしゃ、はい、倒しちゃいました。ちょっとここは貯めましょう。はい、近づいたらぶつよ。やりましたね。さあ二人。囲まれてる。すごいな。一発で倒して。出番はありませんでした。逆効果。誰？お前かよ。やばいよこれは。ランプかわいい。やばやばすぎだろこれ。笑い逃避行となってますね。怖すぎ。限界突破できないかな。商店街行ってパワーアップのものを。おはよう。要件は？こっちは今だけ。さあ。限界突破素材はどんどん手に入れたいですね。
深海王素材。バレンタインのリツとか天然デトックスチョコレートとかありますね。これ限定交換です。では通常交換はどれにする？というと、まあ、いろいろ揃ってますね。お、つぼみがある。ただこれ 星さんなんですよね。召喚チケット、召喚チケット。補助するっていうけどそんなに補助しないんですよね。星音がたくさんあるな。果実でこれは一個ずつ買っといた方がいいかもしれない。いらないですかね、事実上。交渉成立。交渉成立。あっても星4以上ですから、欲しいのは。星3以降は切り捨てますんで。なるほど。必ず、必ず呼び出せるってわけですか。これで限界突破できるんかなと思った。そうか、例えばさっきのクゼバシさんを強化できるんだ。どこかな、クゼバシさんは。これで限界突破クゼバシさんできるはず。あれ、これが最大のスキルだってことかな。進化しないと限界突破できないとかかな。あ、10万お金がいるんだ。お金大事ですね。ここでお金かよっていう感じですね。慶応戦専用なんで、アズニャンもパワーアップできるんですけど、お金がないからパワーアップできない。となると、コインもある程度生産しないといけないってことですか。結構コイン甘く見てたんですけど、コインも油断はできないってことですね。コインもいるってことですか。まあ、クエスト続けましょう。お手並み拝見。どうせやる。竹本ひふみで行ってみましょう。張り切っていきましょう。逃げた。やりましたね。お、早
くも攻撃を受けている。結構これまでのようにはいかないぞ。まずは1ウェーブ目を倒しました。来た、全力でいきますよ。花山田、チャンスです。せーの、でそれ、さあこれも集団攻撃になる。倒したかな、倒しましたね。はい、私たちの勝利だね。あらー、もう分かったわ。でも何だろう、タロットカード、ミスプラモ、チョコ、うん、そうか、そうだね。何よ、おいおい、ねんでトックス。そうね。おい。ありますね。あの天然チョコ。チョコの木は。そうか。おお、当たり前でしょ。天然でトックスチョコ。ゆうこ、行ってみましょう。よし、みんなで行こう。さあ、かかってこい。近づいたらぶつよ。あ、痛いよ。まずは先に進めました。倒しました。いきなり使います。今ヌメってした。お、ここまで出るよ。イエーイイエーイ、わーい、勝ったよ。
のさ、でもよ、そうか。ところでさ、おっと、音が、また魔物かな、と思ったチアが。そうか、うんうん、マジか、すごいな、勢いだよ勢い。さあ、12章、まだまだいけますね。張り切っていきましょう。ナナ、本当に？このチアは狐なんですよね。株？おや？おい。お、ボスキャラだ。6万3000ってすごいな。やるっきゃないよね。負けられないんだから。食らうがいいですよ。回復してくる。回復しますね。強い。土属性耐性を一定ダウン、ショーダウン。やるっきゃないよね。ミスター。みんなと一緒に。それ。よし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 。なかなかの強敵です。こっち来るな。うわ、回復が早い。かしこみかしこみ。3人滅んだ。使うしかないですね。バトルバトル、いくぞ。使っちゃいましょう。ここはこれでいいんでしょ。このちょっと勝手に開けないでよ。あれ、やっちゃえ。やった、大当たりと思った。攻撃
もうちょっと欲しかった。もうちょっとで透明させそう。あらー、テープされそう。危ない。なんとか倒しました。ユイの中足とかこれでアップですね。普通に果実。意外。じゃあさ、ようやくは口逃がしかな。逃がそうです。で、戻って解決するのかな。そう、やかな。ダメだよ。なんだよ。うんうん。わか。大事なのは勢いだよ、勢い。すみません。お願いしたいことがあるんですか。サンキュー。おかげで助かったぜ。クエストキーが金ありますね。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。ちょっと1ゲームやってみましょう。進化のアイテムです。緑ですか。緑キャラですね。シーナ行ってみましょう。アズニャン攻められてます。うわ、アズニャンやば。反省が足りないようですね。力が湧いてきます。何するんですか。アズニャン死にそう。やめてください。あら、そんな。アズニャンチェンジ。自分を回復させてどうするんだ。倒した。そこで揃った。これでは両親の威厳が。ちょっとの間だけど。みんなで走り抜けましょう。さあ一気に。
強い。ただ倒れたのは1体だけ。すごいダメージ。強い。一発逆転です。ほんと危なかったですね。2人死にかけでしたからね。ちょっとなんだけどな。まあもうちょっと待ちましょう。これを最後のバトルにしたいと思います。13節ですね。さあこれでいけますね。ダメージが大きい。全力でいきますよ。私とよさこいしませんか。3、4、3、4、3、1、2、3、はい、はい、やりー。あーっと倒された。倒されたか。汁物全部こぼせ。ベッドで汁物全部こぼせ。あ、いった。避けるな。結構苦戦しましたね。本当頑張ったよみんな。2人倒された。匂いが消えた。おいおい。でも、な、来た。あ、やば。待て待て。お。おい。まあその思いは。あるみたいですね。かわいいな。わかる。ツンデレ。長かった。あら。それはもう有利関係ですよ。バレンタインライブはね、あと数日。先輩たちが衣装を取りに来たまま物質に戻ってこないからずっと探していて、遠くの町までやってきたってわけですね。多分何か気づいたらこの町にいて理由を思い出せない。はい、おー、なるほど。そうだな。ああ、
というわけですね。ライブ成功させたいってことです。どうせやるならやってやれ。これが最後かな。いいですね。麦だそうに養われたい。ナナ、チョコはコリゴリ、確かに。うわ、トウチョコ？ユリチョコじゃなくって。ありがとう。いいですね。でも、おや？喧嘩してる。これで終わりかな？大事なのは勢いだよ、勢い。勢いか。勢いで何するんですかね？さあこれで最後かな。あれ、さあ大川物質です。どうした、リツどうした、ミオが、壊されてるみたいですね。何やってんの。泣いてます、リツ。お、天然デトックスチョコを一つもらいました。これがもしかしたら収集クエストで生き